こんにちは、アマニコです。今日なんですけれども、なんとなんとなんとスバルさんからこの新型レヴォーグお借りしております。レヴォーグめっちゃ乗りたかったんですよ。私まさか今日乗らせていただけるとは思わなかった。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。この新型レヴォーグなんですけど、もう発売されてから半年以上経ってるんで、多分皆さんも結構ご存知の方が多いんじゃないかなとは思うんですけど、私にとっては初めてのレヴォーグなのでめっちゃ楽しみです。この新型レヴォーグは2020年、2021年のカーオブザイヤーを受賞したとってもすごい車なんですよ。いやもう今日ねめっちゃ嬉しいです。こんなレヴォーグを紹介することができるなんて。しかもカラーがですね、スバルさんといえばこのカラー WR ブルーパールでございます。めっちゃかっこいい。いやね、今日ねテンションめちゃめちゃ上がってるんですよ。だからねちょっとねテンションのおかしい内外装紹介になるかもしれないんですけど、ぜひ見ていってください。じゃあ早速紹介していきたいと思います。フルモデルチェンジされた新型レヴォーグは EX モデルに高速なのでハンドルを離しても自動運転してくれるアイサイト X を導入しております。世界トップクラスの安全性がある車なので初めての方にもおすすめできますね。でほとんどの方が EX モデルを選択して購入しているようです。新型レヴォーグのボディサイズは全長4755、全幅1795、全高1500です。全幅は1800以下なので都内の細い道でもスイスイ走れますね。実用性が素晴らしいです。でフロントはさすが最新型とあって未来感あるデザイン感じられますね。WRX もモデルチェンジがされて全く同じ顔をしてたと思います。サイドは前よりも全長が伸びたので伸びやかなフォルムでより見た目にインパクトがありますね。リアのライトは大人なデザインで派手さはあんまりないんですけれども、美しくまとまっている印象です。レギュラーガソリン推奨で燃費もリッター13キロほど走ります。すごい経済的ですよね。はい、まずは新型レヴォーグのグレードを説明していきたいと思います。レヴォーグのグレードなんですけど、まず GT と GTHそして STI スポーツがあるんですけど、それぞれに EX グレードっていうのがありまして、 GTEX、GTHEX、STI スポーツ EX があります。今回お借りしたのが STI スポーツ EX です。なので一番グレードの高いものなんですよね。金額は310万2000円から409万2000円で、今回お借りしたのは一番高いものなので409万2000円のものでございます。わー高い高級車。それぞれの EX モードにはアイサイト X が標準装備になっております。すごいですよね、標準ですよ。でね、走行レビューはまた別でしていきたいと思うんですけど、今回はこちらの新型レヴォーグSTI スポーツ EX の内外装紹介をしていきます。まずフロント部分をご紹介していきたいと思うんですけれども、もうこちらもうパーンって目に入るのはとにかくこのヘキサゴングリルですかね。もうこちらはねもう言わずと知れたスバルさん御用達のヘキサゴングリルですよ。もうこちらのねグリルの存在感がねめちゃめちゃ大きいかなと思います。そしてあとこちらSTI スポーツ EX グレードになるのでちょっと違うところがありまして、このフロントバンパーのスカート部分のところがこのメッキ加色がされています。ここがねワンポイントになってすごくおしゃれな感じが出てるんですけど、伝わりますかねかっこいいなって思います。お顔なんですけれども、こちら、まあ、前回アウトバックとか紹介したことがあるんですけど、まあ、そんな感じでライトはかなりすっきりしたイメージかなと思います。旧型の方のレヴォーグをご存知の方は分かると思うんですけど、ライトの部分がかなりちょっとシュッとスマートになったイメージかなと思います。新しく発表された新型の WRX とかなりお顔が一緒ですよね。レヴォーグのお顔をそのまま WRX に持ってきたって感じだと思うんですけど、そんな感じでこれまたかっこいいお顔に仕上がっております。
で、あとはですね、こちらグリルの中央の部分にもこんな感じでラインが入っているのと、あとはこちらライトの部分なんですけど、ここにも STI スポーツ EX ならではのこの加色がされています。ここもいいですよね。ただのここのブラックになってるんじゃなくて、ここのラインで加色が入ってるので、こちらもなんかまた高級感があると言いますかね、おしゃれな感じだなと思います。そうだ、あとこのフォグランプのところもなんかまたここもラインが入っていて、とてもおしゃれですよね。ここにデイライトが入っております。であとここのね、加色がされてるっていうのもあって、もうめちゃめちゃかっこいいなと思っちゃいました。私この外見好き、エボーグいいなってちょっと思っちゃいましたね。以前のモデルと比べて全長もちょっと大きく長く設計されているんですよね。スタイリッシュ感のある外装をしているかなと思います。はい、それではね、エンジンルームを開けていきたいと思います。で、エンジンルームを開けるためのボタンは、あ、これだ。ここの下にリバーがあるね。これを上げると開きます。これまたちゃんと開けれるかな。いつもね、エンジンルーム開けるときね、不安なんですよ。あ、ちゃんと開いた。 OK、 じゃーん、こんな感じです。結構ね、むき出しなんですよ。まあね、この WRX を見てるせいか、結構スカスカかなと私は思っちゃうんですけど、いやでもね、むき出しでなんかすごいかっこいいですよね。こんな感じでございます。はい、でエンジンはですね、 1800cc の水平対向4気筒で直噴ターボエンジンを採用しております。で、最大馬力は177馬力、最大トルクは300Nになっております。従来のモデルよりも7馬力アップしたのと、トルクが 50Nm 向上しております。なのでさらにスポーティーな走りが楽しめる車になっているかなと思います。はい、じゃあ次はタイヤ部分見ていきたいと思います。こんな感じです。で、履いているのは18インチのホイールになります。で、タイヤのサイズなんですけれども、225/4518になります。なんかね、タイヤが18インチなんだけど、意外と迫力があると言いますか。で、あとこのホイールもですね、 STI スポーツ EX だからこそこんな感じのホイールになってるんですよね。このグレード GT とかはまた別のホイールなんですけど、 STI スポーツ EX 用のホイールなんで、これまたかっこいいかなと思います。なんかパッと見細いホイールなのかなと思うんですけど、よく見たらここのブラックで割としっかりと枝の太いホイールなのかな。あ、やばいちょっと先走ってきちゃったから普通にダストついちゃった。でもこんな感じで結構純正でもかっこいいホイールかなと思います。で、あとですね、サイドの部分もこんな感じで加色がされてるんですよね。なんかすごいおしゃれじゃないですか。こういう加色ってあるだけですごく高級感が増すような気がして、私は結構好きです。で、お尻の部分なんですけど、ライトがまたこちらですね、この字型のライトをしております。こちらもなんとこんな感じでスポイラーがついております。これかわいいですよね、このチコンってしたスポイラー。ちゃんとこういう機能持たせてるんですけど、なんかあの大型のでっかいリアスポイラーもいいんですけど、こういうちっちゃいのもいいかな。これはこれでかわいいかなと思います。よきマフラーなんですけど、見てみるとこの STI のロゴが入ってるんですよ。かっこよくないですか。なんかロゴ入りのマフラーとかってあんま見たことないんですけど、これすごいかっこいい。純正でこんなのあるんだっていう、こんな感じのロゴ入りマフラーが標準装備されています。もう STI だからこそって感じですよね。うん、やっぱ私買うなら STI だな。で、あとはですね、後ろから見ていくとこんな感じですね。まあね、ハッチバックっていうこともあって、尻がね、もっこりしたような感じなんですけど、これが多分レボーグの良さなのかな。WRX とエボーグと何が違うんだっていう、顔が結構似てるんで、これ同じ車だろうみたいなこと言われるんですけど、
レヴォーグはハッチバックです。ダビデ・アレックスはセダンタイプなんで後ろはこんな感じじゃないんですけど、レヴォーグのいいところってね、このハッチバックだからこそ荷物がたくさん乗るっていうところですかね。アウトバックとかああいうでかい何でも乗るぜみたいな車だったら当然それ荷物は乗るだろうって感じなんですけど、このレヴォーグもあの見た目がもうかっこいいじゃないですか。よく走りそうな車、高級感もあり、それでいてスポーティーさも出してくれる、そんな車だと思うんですけど、それでいてかつハッチバックであるからこそ荷物はたくさん乗るっていうの、それがねレヴォーグのいいところかなと私は思っております。ということでね、内装を紹介していくんですけれども、まずね、シートがめちゃめちゃかっこよくないですか？このね、ボルドー色の本革のシートがめちゃめちゃかっこいいです。このグレードがまたスティアスポーツ EX?というか上級のグレードだからこそ本革になるんですよ。これがなんかもうちょっと低いグレードだと確か本革ではなく別の素材のものになるんですけど、これが STI スポーツ EX だからこそ本革で、しかもこのボルドーです。ここにね STI って書いてあるんですよ。 STI だからこそです。これはいやーかっこいい。もうこのシートめっちゃかっこいいです。私大好きで、乗ってみて一番最初に気づくのがこの 11.6 インチの縦型のコントロールパネルですね。これがねもう最新型の一番最初にレヴォーグに搭載されたのではないでしょうか。これがねめちゃめちゃ近未来感といいますか、先進性を表すようなそんなナビになっているかなと思います。でこちらはカーボン調だけどカーボンではないのかな。でもねここはなんかおしゃれですよね。これもワンポイントになってるかなと思います。そしてあとちょっと思ったのがステアリングがこれサラサラなんですよ。触った感じなんかあもちろん吸い付くような感じがないんで物足りないかなって思う人もいると思うんですけど、あのこれ気持ちいい、スリスリしたくなるようなステアリングです。めっちゃ気持ちいいと思っちゃいました。いいよこれ。でこちら側にボタンがいろいろあるんですけれども、これがアイサイト X を操作するためのボタンになりますね。でこちら下の方があのスポーツモードの切り替えができるんですけれども、こちらで切り替えをしていくボタンになります。はい、じゃあね早速エンジンをかけていきたいと思います。でエンジンのスタートボタンはこちらステアリングの後ろ側にあります。でこちらを押すとうーんと、でこのメーターがねデジタルなんですよ。パッと見アナログっぽいじゃないですか。これデジタルなんですよ。めっちゃかっこいいと思いました。こちらの新型レヴォーグには電子制御ダンパーっていうのが入ってるので、路面や車両の状況に合わせてダンパーの減衰力っていうのを可変で制御してくれるんですね。でドライブセレクトモードっていうのをここで使えるんで、これをするとでコンフォートっていうのが高級車のような乗り心地にしてくれるのと、あとこのエアコンが乾燥を防ぐようなエアコンの設定にできるんですね。すごいですよね。次がノーマル、これが標準モードですね。で次がスポーツ、これはスポーティーな走りができるものと、でスポーツプラスはスポーツカーのような走りを楽しめるモードです。で最後にインディビジュアルなんですけど、パワーユニット、ステアリング、サスペンション、AWD、アイサイトっていうのをこれ全部選べるんですよ。エアコンも選択できる、自分好みの設定にここで変えられるんですね。めちゃくちゃいいじゃないですか。これで自分好みの例えば S シャープ、ステアリングはスポーツモード、でもサスはコンフォートにしたいとか、で最初にアイサイトはスタンダードで、エアコンは乾燥を防ぐためマイルドにしたいみたいな、そんなわがままを聞いてくれる1台、素晴らしい。次はナビの下にですね、こんな感じでシガーソケットがあったり、あとスマホを充電できるような USB の差し込み口がここにあります。でここになんかちょっと小物を入れられるくぼみがある感じですね。でシフトはこんな感じ でこちらがハンドブレーキですね。こちらもねボルドーが入ってるのがまたかっこいいかな。そしてね赤のステッチが入ってる感じです。あとはドリンクホルダーがこちらに2つあります。取れるのか、あ取れた。こんな感じで取り外して使うこともできます。でこちらがセンターコンソールで、中身は割としっかり入りますね。
ライトの隣ですね。ここの隣に SOS とここのなんか変な品のマークがあるんですけど、これ緊急時に使うとこれで通信ができるっていうボタンで、仮にもし事故が起きてエアバッグとかが作動した場合にはこのボタンを押さなくても自動で通信してくれるんですね。なんで自分がちょっともうボタンを押して喋れないような状態でも通信が先に回ってくれるのでとても便利ですね。ペダルはこんな感じですね。これもまたかっこいいと思います。そして ETC はこちらにあります。で、後ろを開けるボタンがあったりとか、この辺でまたいろいろ操作ができます。そしてドアが開いてるとこんな感じでドア開いてますよっていう表示をしてくれます。これ面白いな。ちょっとね、後部座席乗り込んでみたいと思います。よいしょ。乗ってみるとこんな感じ。あー、すごい、ゆとりが広々、めっちゃいい。しかもシートが本革だからかな、めっちゃ気持ちいいんですよ。いいな。で、ドリンクホルダーがここに出せますね。 OK、 よきよき。で、かなりゆとりがあるんですよこれね。大人4人、男の人4人で走ってもかなりゆとりがあるかなってちょっと思います。よくないですかしかもね、シートがかっこいいのがねまたいいね。おすすめですよこれは。トランク乗り込んでみようかなこれがハンズフリーが使えるってことなんですけど、なんかね、どうしたらいいんだこれ。でもここのボタンを軽く、あ、ここを押せば軽く、あとは自動で開いてくれます。こんな感じです。容量はかなりでかいですよね。やっぱハッチバックってこともあってね、容量はかなり入るんで、ゴルフバッグはもちろんこれね、車中泊できるんじゃないかな。ちょっと試してみようかな。じゃあちょっと乗り込んでみます。ということで、これをシートを倒すボタンがですねこちらにあるんですよ。これを押します。そうすると、おー倒れた。あ、すごい最近ってやっぱボタンでワンタッチで倒れる感じなのかな。いくよ。すごい、もうこれ楽しい。倒すのが楽しくて何回もやっちゃいそう子供みたいなことしちゃいそうじゃあちょっと乗り込んでみます。よいしょよいしょ。あ、いいじゃん。待って、見てこれ余裕だ。ほら、あ、寝れるこれ寝れる余裕じゃん。あ、余裕、これすごい。いや、レモン良くない？十分寝れますよこれ。おやすみってフルフラットになるのがいいですねこれ。ちょっと WRX の車中泊厳しそうだもんな。いや、できるかもしんないけど、こんな快適に寝れなさそうこれはいい、これは良き、良きです、良きです。こんな感じ、もう余裕めっちゃある。足がね、まあちょっとね、今はみ出てるからあれなんだけど、でもこれ足を上に持ってっても余裕で寝れる気がする。ここに枕置いて寝れば車中泊余裕じゃん。すげえレボーグさん、すげえ。うわー、よくしょ。あ、意外と頭も余裕あるね。まあね、ちょっと座るのは厳しいかもしれないけど、ここ開けてれば余裕でやっほーって感じ閉めるときなんですけど、ここにボタンがあるんですよ。閉めるボタンみたいなのを押すと、ピッピッ、あ、すごい、閉まってくれました。おー、すごい。かっこいいし、楽しいし、最高じゃん。実用性もあって、しかも顔もかっこいいし、スポーツモードをね、インディビジュアルで自分の好きな設定に変えてしまえばかなり楽しめるんじゃないでしょうか。スポーツ走行も楽しめるし、これはまた
ありホンダを使ったステアリングだからこそこんな気持ちいいんだっていうのを今気づきました。このカタログをね見ながらねちょっとね説明していってるわけなんですけど、なるほどね、ホンダのステアリングホイールだからこんな気持ちいいんだ。いやーめっちゃ気持ちいいんですよこれ。なんかステアリングでこんな気持ちいいって思ったの初めてかも。このステアリング結構お気に入りです。搭載されているアイサイト X なんですけれども、新世代のアイサイトなんですね。全方位センシングで、この GPS をもうほんと正確に撮ってくれるみたいで、初めて行く道とかってどこで切るカーブがあるかとかってすごい分かりづらくて、思ったよりスピードを出してカーブしちゃうとかってあると思うんですけど、そういうのをあらかじめ分かってるんで、このアイサイトくんは。なのでこのアイサイトくんがそこを察知して減速してくれるんですよ。急カーブをねすごい勢いで入ってしまうってこともあると思うんですけど、それを抑えてくれるんです。なんか慣れない道とか知らない土地に行くときってちょっとこういう不安があるんですけど、このアイサイトがちゃんとお仕事してくれます。急カーブだけじゃなくて高速の料金所とかっていうのもなんか思ったより結構あのスピードで入っちゃうってこともあると思うんですけど、それもアイサイトがなんと料金所の手前で減速してくれるんで、20キロぐらいまで落として安全に通行レーンを通れるようにしてくれるんですよね。そういう機能がねちゃんとあるっていう、さすがスバルさん。そしてアイサイト X 素晴らしいぞ。車を初めて乗るみたいな人にはかなりおすすめのモデルなんじゃないかなってちょっと思いました。免許を取り立てでこれから運転しますみたいな感じだと、こういうアイサイトがついてるといいなって思いますね。他にもこのアイサイト X は車線変更するときとかも、左後ろとか右後ろとかに車がいる場合はそれも知らせてくれるんですよ。車線変更とかっていうのもかなりスムーズにできるんですね。ベテランのドライバーさんが運転しているかのような運転をできるという、そういう機能がまあ仮に使わなかったとしてもあるっていうだけでちょっと安心かなって思っちゃいました。あの毎日使用するためのものじゃなくて、そういう時々のために使えるっていうのがめちゃめちゃいいと思います。ということで今回は新型レヴォーグをご紹介させていただきました。いかがでしたか？めちゃめちゃかっこいいなって私は思っちゃって、あのね WRX が出てなかったら私レヴォーグワンチャン買ってたかもしれないですねっていう感じです。まあ、ちょっとスポーツ走行するにはモードを選べるとはいえ、ちょっとね普通のスポーツカーに比べればちょっと劣るところはあるとは思うんですけど、いやでもマジねかっこよすぎと思って、フロントもかっこいいし、フロントのお顔部分がかっこいいのももちろんだし、まあ、何より実用性が高いって思っちゃった。かっこいいだけじゃなくて実用性もあるっていう、そこがいいなって思います。家族でも乗るのもいいし、大きい男性4人でも余裕で乗れるっていうのが素晴らしいなって思っちゃいました。なんで女子4人がやったらもう優雅にもう乗れそう。いやーこんな車で女子会したい。いやーめちゃめちゃいいって思っちゃって惚れ惚れしました。しかもね WR ブルーパールっていうのがねまたいいかなって思いました。しかも今回のはオプションなのかもしれないんですけど、エアロがついてるのはまた良かったかなって思っております。という感じです。ちょっとどうかな、あんまりちゃんとうまくレビューできたか怪しいんですけど、今日はこんな感じでした。新型レヴォーグさん良きですよ。次は今度走っていくんで、その走っていく動画もぜひ見ていただければと思います。じゃあ今日はこんな感じでした。ありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。